そこで、一応ですね、拡大係数行列を簡約階段行列にこんなふうに並形しますよということを確認しておきます。まず拡大係数行列ですね、この A チルダっていう、これ、このニョロっていうのはチルダって言いますけれども、この A チルダっていうふうに表しました。これは係数行列 A と連立次方程式の右辺のベクトル B をこう並べた行列ですね。で、これに行変形、すなわち行基本変形をいっぱい繰り返して、簡約階段行列を得ます。で、得られた簡約階段行列は、A' のチルダっていうふうに表しますけれども、これは係数行列の部分と、それから右辺のベクトルの部分ですね、両方から成り立っています。で、それぞれ係数行列の部分は A', それから右辺のベクトルの部分は B' というふうに表しておきます。まあ、これは単なる記号の定義で、これからこういう記号を使いますということなので確認しておいてください。で、それを踏まえて、今日まず大事な定理の一つ目です。これは教科書ですと47ページの定理 2.4 なんですが、連立次方程式はその拡大係数行列を行変形で簡約階段行列にする操作で完全に解くことができるとあります。で、これでその完全に解くことができるっていうことを具体的に言うと、これは解の個数と表現が分かるということを意味しています。いいですかね。はい。で、その証明の道筋をですね、ちょっとこの図に示しました。どんなふうにしてこの問題を解くかってことなんですけど、まず、連立次方程式 AX イコール B がこんなふうに与えられてますよってことですね。で、ここから、拡大係数行列っていうのを作ります。どうやって作るかっていうと、この行列 A と右辺のベクトル B を並べた行列ですね。これを A チルダと置きます。で、この拡大係数行列に対して、行変形をダーッと繰り返して、で、前回出てきましたこの簡約階段行列っていうのに直すんですね。そうすると、この時の簡約階段行列のですね、この係数行列の部分を A', それから右辺のベクトルを B' っていうふうに直すと、連立次方程式は A'X イコール B' っていう連立次方程式を解くことになるんですけれども、先ほどの命題から、実はこの連立次方程式の解っていうのは、元の連立次方程式の解と同じですよってことが分かっているので、結局、まあ、回り道かもしれないけど、こういう形で、方程式を解くということになります。なんか質問、コメントありますか？はい、大丈夫ですか？はい。というわけで、その証明なんですけれども、やっぱりこの、いきなり M 行 N 列でやるのは結構しんどいので、ちょっとここではもう少し見やすい形で、5行3列、係数行列が5行3列の例をちょっと考えてみようと思います。つまり、係数行列 A が 5×3 で、そうしますと、X が3変数、それから方程式の数が5個っていう、まあ、こういう連立次方程式を解く状況を考えましょう。まずこういう具体例でちょっと考えてみます。で、ここで、まずは、先ほど、手順で示したように、拡大係数行列を作りましょうっていうんですね。で、どう作るかっていうと、一応ちょっと皆さんで思い出してもらいたいんですけど、これは係数行列 A と、それからこの右辺のベクトル B を並べればいいですから、まあ、こういう形になると。で、これは 5×4 の行列になるということで、まず覚えておいてください。ここまでいいですかね。はい。で、今の 5×4 の拡大係数行列に対して、行変形を行います。で、これを簡約階段行列に直したとしましょう。で、こうしますと、なんだっけ、簡約階段行列っていうのはこういう形をしているわけですね。一応前回の定義を思い出しますと、何段かこういう階段がありますと。で、階段の段になっているところは、その一番この角のところに、段のところに1という成分がありますと。で、この階段の段のところは、この1より上の成分は全部0ですと。ですので、つまりこの階段になっているところというのは、基本ベクトルですね。どっかの成分が1で、他の成分が全部0のベクトル、基本ベクトルって言いましたけれども、この階段の段々になっているところは全部基本ベクトルですということになっています。あとは、階段の段数を、一応 R と置きましょうと。それから、この階段のですね、その1段目、2段目、3段目、R 段目のその列の番号を K1、K2、K3 で KR っていうふうに表しましょうというふうにします。
で、ここで、ここからその方程式を解く際には、この階段の、この一番下の段の列の番号ですね、この kr、それから、変数の個数が今 n 変数として n 個、それから階段の段数を r 段としてこの r、この kr と n と r の値で場合分けをしていきます。まずこういう流れでいきますので、ちょっと覚えておいてください。では最初に、この kr イコール n プラス1の場合、これはどういう場合言ってるかっていうと、この階段のですね、一番右側の段が、このか、なんだ、一番右側の列に来た場合ですね。この一番右側の列にこの段がある場合。これが、kr イコール n プラス1っていう例なんですけれども、この時は、その、実は解はないですね。なぜか。それは、ここの、一番下の行、0でない一番下の行に着目します。ここの0と1っていうのは何を物語っているかっていうと、元の方程式で言うと、これは0イコール1っていう方程式なんですね。ですので、0イコール1っていう方程式は、矛盾ですから、解はないということがまず分かります。いいでしょうか。もう一回言うと、簡約階段行列に直したときに、一番右側の列にこの段がある場合には、この方程式には解は存在しませんよっていうのが、まず一つの事実です。で、これは、階段の段数に関係ありません。階段の段数が多くても少なくても、この一番右側の、列に段があるときにはもう解はないですよっていうことなので注意してください。まずこれが1点目ですね。はい、じゃあ次に、じゃあ、階段の段数、最後の段がですね、この、一番右の列にない場合ですね。まあ、こういう場合なんですけれども、さらにこの時は、その階段の段数で場合分けをして考えます。例えば、最初に考えるのは、この r が n の場合。n っていうのは、これ、係数行列の列の数と、それから階段の段数が等しい場合ですね。この場合は、今の先の例題の場合は、係数行列が3列でしたから、階段の段数がちょうど3段の場合っていうのを考えます。で、この場合、階段はどういうふうになっているかっていうと、必ず1段ずつこう降りていくんですね。テケ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 と1段ずつ必ず降りていきます。ここの階段の段数と係数行列の値が一緒ですから、そうするとなんか途中でこうなんか長く段になったりしないで、必ず1段ずつこう降りていくと。で、1段ずつ降りていった形を、こういう形になってますね、例題だと。で、これを方程式の形、言葉で翻訳して元の形に戻すと、実はこれって方程式で言えば、x1 イコール b1 プライムです。x2 イコール b2 プライムです。x3 イコール b3 プライムですっていうふうに、解がただ一つの一組に定まるっていうんですね。ここが一つのポイントです。ですので、次に言えること、まずここで言えることは、この階段の段の個数と、それから、方程式の係数行列の列の個数が等しい場合には、連立次方程式の解はただ一組に定まるということが言えます。これが二つ目の事実です。はい。じゃあ、さらにですね、じゃあ階段の段の数が、係数行列の列数 n よりも小さい場合はどうなりますかっていうと、こういう、例えば先ほどの例だとこういう場合ですね。こうなんか1段目はこう少し横長になっていて2列になっていて、でそこで2段目に落ちるというような場合ですね。こういう場合で、ちなみにこの例題の場合ですと、この時の連立一致方程式というのはこういう形になります。 x3 は b あごめんなさい b2 だしですねごめんなさい b2 プライムですねごめんなさい b2 プライムで、で x1 プラス a の12プライム x2 プライムイコール b1 プライムということで、実はこの方程式からはですね、x2 は何でもいいってことになっちゃうんですね。そして、x3 はまあ b3 プライムで、b2 プライムで決まりなんですけど、x2 は何でも良いと。で、x1 はこの x2 の値によって定まると。あと、この b1 プライムの値によって定まるというふうになります。という感じで、実はその階段の個数が係数行列の列の個数 n よりも小さい場合には、階段がない列、これ n-r 個あるんですけども、階段がない列に対応する解 xj っていうのは任意の値になります。だから何でもいい解になるわけですね。で、階段がある列、残りの r 個に対応する解っていうのは、この階段がない列の解と、それから右辺の b' の
ベクトル、もしくはその両方の値によって定まります。ということで、こういう時にですね、この結局この連立、この時の連立一致方程式は n-r 個の、解はもう勝手な値を取っていいですということなので、この n-r のこと、自由な解を取っていいですから、これを連立一致方程式の解の自由度と呼びます。ここまでいいでしょうか。そこでですね、これから多分皆さん、その今の定理をですね、教科書で読んでいくと思うんですけれども、その教科書の証明で書かれている中身の補足をちょっとしておきたいと思います。実はこの定理 2.4 というのは、証明がですね、定理のステートメントの前の方に書かれていて、ちょっと見づらいかもしれません。証明の本文は47ページにあるんですけれども、その証明がその定理のより上のところにこう延々と説明が書かれているんですね。ですので、その説明が大体46ページから始まっているんですけれども、この46ページの下から2行目にですね、このラージ i っていう集合があります。でこのラージ i っていう集合の解説をちょっとしておきますと、これはどういう数の集まりかっていうと、1から n までの数の中で、k1 でもなく k2 でもなく kr でもない数の集まりですよって書いてます。これは、意味を言うとですね、先ほどの簡約階段行列の階段がない列の番号の集合を表しています。階段がある列っていうのはこの k1 とか k2 とか kr だったんですね。ですので逆にこれ等しくないってことは、ここに集まっている i っていうのは階段じゃない列ですよってことを言ってます。で次に、それを踏まえて47ページの 2.7 式を見ると、その連立一致方程式の解はこんなふうに表されますということで2通りの解が載っています。でこの下の方のですね、xi イコール si という式があるんですけれども、この xi イコール si っていうのは、右側の括弧に i がラージ i の元ですよって書いてあって、これは何が言ってるかっていうと、実はこの解、この i っていうのは階段がない列の番号の集合だったので、階段がない列の解は xi イコール si、すなわち何でもいいですよってことを言ってるわけですね。で逆に 2.7 式の上の方の行、この x の kt っていうのは、これは階段がある列の解で、これは階段がある列の解っていうのは、その右辺のベクトル b と、それから階段がない列の解から決まりますよってことを言ってます。ですので、一応ちょっと証明を読む際にですね、ちょっと式の解読しなきゃないんですけど、まあ、こういう形になっているということで参考にしてみてください。ここまでいいでしょうか。